ございます。はい、今日はもうついに僕の憧れる人である方にお会いしに行きます。僕のね、大学生活のうちにやっときたいことの一つでもあったんで、お家行けるんでしっかり漁っていきたいと思います。はい、行ってきます。じゃあ、ということで行ってきます。はい、もうファンとしていますわちょっと池さん、これもめっちゃ気になったんですよ。あ、それイケアの、イケアなんすか。イケアに多分まだ売ってると思うんで。これ可愛いっすよね。ヒロアカっすね。ヒロアカ見てる、見てますよ。僕結構見ます。はい、やってていいのお願いします。蒸らします。膨らめつつね。そうです。太陽のいい感じ。めっちゃ今いい光っすよマジでめっちゃ今いい光っすよ。よし、やっと最近で一番うまく入ってました。うますか。やったジャイアントにも出したんだけど、あんまりやったんですか。いや、つなぎ電気レベル結構気持ち、来ないですか。なんかそういう案件的な。はい、ほんとね、まあまあ来た。最初の方とかあれとかないんですか。スパイクとかどうなんですか。あ、スパイクは提供とかはないんだけど、はい、スパイクでとかね、ついたらマジで嬉しい。嬉しいですよね俺、絶対来るんじゃないかなと思ってたんですよね。来ないね。いや、俺とか安上がりに結構な宣伝になると思うけど。いや、めちゃくちゃ宣伝になりますよマジで。年間だって何足、まあ5足ぐらい、はい、だとして、足りですね。原価で考えたらね、アシックスがいいな。アシックスがいいんですか。でもやっぱ BS ライトだね、いいわ。メーカーは呼びましょう募集しよう。募集しましょう。はい、書かせてください。それできたら快挙っすよね。まあね、サッカー界が、うん、新しくなりますよね。そういうの結構面白いと思うんだけどな、ね、SNS とかも、うん、宣伝とか。ビタミン野菜はどうなんですか。ビタミン野菜ね、あ、その話来るか、この話、はい、は一切ない。いや、一切ないけど、売り上げめちゃくちゃ伸びてると思うんですけど。見てくれてて、あれしてなかったら連絡欲しいけどね。そうっすよね。見てないんじゃない、やっぱ。だってそこまで。ビタミン、みんなあれ買ってるっすね。黄色いの。練習後とか、ね、聞いた話で、まあ、いいらしいよっつって、はい、管理栄養士の人とか、はい、勧められるっつってたから、はい、あ、そうなんだっつって使ってて、はい、YouTube 出しまくってたらなんかみんな俺があれしてるみたいになってるけど、はい、あってほしかったな、そこは。だったらやってるよ俺って思ってやってる。したフォローしてない。してないですね。そうしてみる。お願いします。高野優太って言ったら多分出てきます。あー、 YouTube やってての、うん、なんか苦労するところとか。あ、まず、はい、まず編集が結構だるいっていうのと。いや、間違いないです。ごめんなさい。編集結構疲れるんよ。疲れますね。
とスマホでやってたから、はい、ほんと目疲れるし、はい、でも寝っ転がってできるからよかったりしたけど、はい、でもさすがに目疲れすぎてパソコンでやろうと思って、はい、最近あれ買って、はい、エアっすか。結局エアなんだけど、はい、めっちゃ性能上がってるらしくて今、うん、新しくなってだから全然エアで大丈夫っつって、うん、実際パソコンでやってても疲れる普通に。なんか視聴者が、はい、何を求めてるのかとか、うん、どういう動画がいいのかみたいなの考えるのが大変っていうか、はい、まあ、そこ間違えちゃうとそうそうマンネリしちゃったりとかさ、うん、でもそれがいいって人もいれば、はい、マンネリじゃないっていう人もいるし、新鮮さ欲しいっていう人もいるし、そうそうそう、難しいですね。そうだね、そこら辺かな。なんだろう、サッカーの日常を出して結構伸びてきてるから、はい、それを見たい人は結構多分チャンネル登録とかしてるんだけど、はい、逆にサッカーがなくなった時に、うん、あんまり見られないそうコンテンツになってるから、はい、で実際俺サッカーがなくなった時に、うん、YouTube やっておきたいみたいな部分もあって、はいはい、そうなってきたらサッカー出しすぎも良くないのかなとか、逆に別にサッカーはサッカーで頑張ってるのを知っててくれればそこから後々結局応援されるならいいのかなとか、あ、だからそれこそ、まあ、視聴者層がサッカーだけの枠組みの人たちだけになってしまってて、そう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 、他別のコンテンツの層に枠組みに行くの、移行するのってめっちゃむずい、うん、そうそうそう、それめっちゃむずいよ、めっちゃむずいですね。もうそれで作れちゃってるっていうか集まっちゃってるから、はいはい、とりあえずは今のスタンスで行くと思うけど、はい、いや日常の感じで、はい、ちょいちょい栄養のあれとか出しながら料理とか日常にちょっとずつ混ぜていく感じで、そうですよ、そうそう、はい、今は出してってるから、うん、皆さんで、普通初め抵抗なかったですか、うん、初めて自分のアカウントを作って登録したの、うん、池さん。マジで。ありがとうございます。でもそれぐらい俺 YouTube 興味初め連絡したじゃないですか。うん、やっていいですか。あれマジ律儀だなと思って。いやなんかそれしか見てなくて。うん、もうマジパクるなと思って、パクるって良くないんかなっていう、あ、まあ、今は結構やっぱ増えたじゃないですか、うん、でもやっぱりマジ申し訳ないなと思ってもう本当にリスペクトした上でやらないかんなと思って、それを怪我したくないなと思って、池さんのやつをでもちゃんと挨拶して逆にさ、はい、俺は地域リーグはなっちゃうけど、はい、大学生っていうのはやっぱまだあんまなかったじゃん。なかったっすね、はい、これはそれで需要あるし絶対そっちを知りたい人も多いだろうし、うん、ああ全然いいんじゃねえって、うん、それでさ、はい、いや、やめですやめください、やめくださいって言ったらさ、まあそれは間違いないなんだこいつかまあまあ、まあ、なんかやりますよっていうのをとりあえず伝えた方がいいから、うん、まあ、できるんですか収益。ああ収益一番良かった月で、はい、やっぱ入りますよね、うん、でも少ない時は最近とかあんまり上げてなかった時は、はい、そう週1ぐらいだと前の動画も見られれば入ってくるからさ、結局その月にどれだけなんか注目集まってて見られるかって感じだけど、はい、スパイクね、スパイク伸びるんだよね、スパイクやばいんですよねスパイク伸びるんですよ、スパイク謎なんす、男性90個え、こんな感じ？でも、いや、多分こんちゅうの方に行く、こっからまたいろんな人が出てくるのかな今日さらなる、さらなるあれが面白系出たし、出てきてまた一緒にあるぞ、そう、俺らは真面目で行くしかないから真面目に頑張りましょう、真面目に頑張りましょう、はい、YouTube ね、やってる人しか話せないから、はい、なかなか話せないですよね、そうだね、この前ジャイアントさんと話した時に、はい、
週やってて、でまあ出すまではいいんですけど、出したらめっちゃ急激に羞恥心出てくるんですよ。あー、わかるよ。俺も出してちょっとしてめっちゃ、これ大丈夫かな、見たくないんだけど。そうそうしてる、出してちょっとはずっとそうそう。ちょっとずっとこれ。サムネとかもめっちゃ大事じゃん。サムネはね、大事だね。池さんぐらいだったら、もうなんか、あの、素人でいけるけど。そうだね。しかもなんか、煽りたくないんですよね。あ、俺も、煽りたくはない。大きく言いたくないっていうか。感謝。また。気をつけて。はい。気をつけて。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。